梅村みずほ君。よろしくお願いいたします。日本維新の会の梅村みずほでございます。この質疑は裁判官報酬法、そして検察官報給法に関する質疑ということで、割と最近同じ法案の質疑をしましてですね、我が党の考え方というものも一通りご説明をしたのですが、斉藤大臣がご就任ということで我が党の考え方も知っていただきたく、少し前回と同じような内容にはなりますけれども、人事院さんにお答えを求めたいと思っております。我が党はですね、社会一般の労働者の広い給与水準に合わせて公務員の給料も増減させるべきだという観点で、現在は企業限定、しかも事業規模として50名以上の従業員を有する方々のお給料が上がったか下がったかという基準によってこの人事院勧告というのはなされているわけなんですけれども、これが現在の日本の現状を反映できていないのではないかという考えから、いつもこの給与法というのは出されるわけなんですけれども、こう上がるときにはですね、国民の皆様が苦しんでいる現状で上げるのが適正ですかということで反対を申し上げてきたという経緯がございます。総務省さんなどにお伺いすると、日本全国には今、386万企業、民営企業があってですね、そのうちこの人事院勧告が基準としている民間給与水準の調査対象、従業員数50名未満の企業数っていうのはですね、対象にならないですね、対象にならない従業員数50名未満の企業数というのは374万企業ということですね。日本の9割は、企業の9割は中小企業と言われるように、多くの企業が対象の外に置かれているということです。これが企業の数でございますけれども、人数ではどうかということでございます。従業員数50名未満を含めた日本の企業の常用雇用者数ということで、大学生さんの仕送りでパートしてる、アルバイトしてるとか、そういったものは除いた常用雇用者数ですね、これは4762万人と、このうち人事院勧告が基準としている民間給与水準の調査対象、すなわち従業員数50名以上の日本企業での正社員数となると、2044万人ということなんですね。企業をという括りにしても対象が半分以下というふうになっている現状があるわけです。ご存知の通り、日本はフリーランス、個人事業主、派遣社員、多様な働き方をする方がいらっしゃいますけれども、彼らはもちろん対象の外に置かれているということでございます。で、私もですね、一般に暮らしていまして、ケーキ屋さんを営む夫婦もいらっしゃいます。私の夫は中小企業の従業員でございます。私自身もこの仕事に就く前はフリーランスのアナウンサーといいますか、しゃべり手をやっておりまして、こう周りを見回してみたらですね、この人事院勧告の基準の対象外だなという方がもうたくさんいらっしゃるわけですね。けれども人事院勧告のホームページ見ますと、どのように書いてあるかということなんです。社会一般の情勢に適応した適正な給与を確保する機能を有するものでありというような言葉があるんですね。この社会一般の情勢というのを企業限定で測るというのはもはや難しい現在になっているのではないかというふうに思うわけであります。そこでお伺いしたいと思います。この従業員数、事業規模、従業員数50名以上という基準は一体いつから採用されているんでしょうか。人事院給与局次長、岩崎聡君。お答え申し上げます。給与は一般的に職種のほか、役職段階や勤務地域等の給与決定要素を踏まえてその水準が定まっていることから、人事院において国家公務員給与と民間給与の比較を行う際には単純平均で比較するのではなく、給与決定要素を同じくする同種同等のもの同士を比較することとしております。調査対象につきましては、企業規模50人以上かつ事業所規模50人以上としておりますが、これがいつからかというお尋ねでございますが、平成17年の給与勧告時の報告において、当時、さまざまな議論が行われたことも踏まえまして、人事院として官民給与の比較方法について検討を行うことを表明し、その後、慎重に検討を行った上で、平成18年から官民比較における比較対象企業規模を100人以上から50人以上に変更いたしました。
梅村瑞穂君、はい、ありがとうございます。まあ、十数年、まあ、17年前後といったところでしょうか、前に定めているということで、まあ、50名という数字はですね、お伺いしましたけれども、この社会の移り変わりのスピードが激しい今にあってですね、もう政府としてもスタートアップを増やしましょうとか、アントレプレナーたくさんその輩出しましょうというような動きもあるわけです。この時代というも呼ばれる今にあってですね、この基準というのは社会一般情勢を反映していると言えるでしょうか。人事院にお尋ねします。岩崎次長。お答え申し上げます。国家公務員の給与と民間企業従業員の給与との比較につきましては、役職段階、勤務地域などの給与決定要素を同じくする者同士を比較することとしております。お尋ねの非正規雇用者やフリーランスにつきましてですが、非正規雇用者につきましては労働時間が短く時給制が多いなど、雇用形態や賃金形態がさまざまであり、職務や職責の重さを共通の尺度で測ることが難しく、精密な比較を行うことは困難であると考えております。また、会社などに所属せず業務に応じて個人が契約を結ぶいわゆるフリーランスにつきましては、個別の業務単位で報酬が定まるものであり、組織的に業務を分担しながら毎月の給与を得るものとはその報酬体系が根本的に異なることから比較になじまないものと考えております。このため国家公務員の常勤職員の給与につきましては、官民の常勤同士の給与比較により社会一般の情勢に適応した適正な給与を確保し、また国家公務員の非常勤職員の給与につきましては、常勤の職員の給与との健康を考慮して決定することとしているところでございます。梅村瑞穂君。はい、ありがとうございます。まあ、同種同等ということで、結局似た業態といいますかですね、システムのところと比較しましょうということで、じゃあもう人事院勧告に社会一般のですね、文言ちょっと間違えるといけませんので確認をしながら、社会一般の情勢に適応したというふうな言葉を抜かれたらいいんじゃないかなというふうに思うんです。非常に限定されているというふうに思いますし、周りから見て政治ってやっぱり私たちと感覚違うよねって言われるの、なんでかって言ったら自分たちが対象になっていないからっていうのもあるんではないかと思いますし、少なくとも私は以前からそのように思っていたという実態があります。ですので、ぜひともですね、この基準について見直していただきたいというのが我が党の姿勢でございます。また民間の調査などで、今やっぱり不景気ですと公務員が人気になってきます。好景気だとやっぱりその民間企業が人気だったりもするんですけれども、公務員は非常に一度その公務員になりたくない人も増えているということで、私も皆様、省庁の皆様とも仕事してますので、本当に働き者でコロナでも安定してていいなみたいな声が聞こえるとですね、いやいや、コロナだからこそ本当に大変で皆さん頑張ってらっしゃったんだよ、公務員の方々のご苦労というのがなかなか伝わらないなというのも私存じ上げているんですけれども、どうしても世の中から見るとですね、安定福利厚生というところが非常に魅力というふうに映っているようなんです。まあ、実際には働き方改革が進まない実態等もありますけれども、お給料面においてはやはり優遇されているという認識が強いのかなとも思います。そのようにやっぱりその公務員というものは公僕ですので、やっぱり国民のために国のために使える仕事です。この、志望理由としてですね、面接を受けるときに、なんでうちを希望するんですかって言われると、安定ですって言われると、採用者側っていうのは、安定かって思うわけですね。やっぱりやりがいというものを前面に熱意で、ぶつかってきてほしいというのが本音ではないかと思います。そこで国や地方は公務員としてどのような人材を求めているのか、国として内閣人事局、地方として総務省にお伺いいたします。内閣官房内閣人事局内閣審議官岡本誠二君。お答えいたします。我が国の社会経済情勢や行政を取り巻く環境が刻々と変化する中で、政府には複雑高度化する行政課題を的確に処理することが求められているところでございます。このため職員には企画立案能力、迅速かつ正確な業務処理能力等を発揮するとともに、高い気概、使命感及び倫理観を持って職務に全力を傾聴することが求められておりまして、採用にあたっては国民全体の立場に立ちながら幅広い視野を持ち、行政課題に的確
かつ柔軟に対応できるような人材を確保することとしています。各省庁においても、それぞれ対応すべき行政分野を踏まえ、対応で優位な人材を確保し、計画的な育成を図っているところと考えております。総務省自治行政局公務員部長、大沢博史君。お答えいたします。地方公務員の採用は、各地方公共団体において、地域の実情や行政需要の変化を踏まえながら実施されるものでございますが、一般的に申し上げますと、住民や地域企業など、多様な主体と連携、協働をして、地域の課題解決に取り組むことができる人材が求められていると考えております。また、例えば自治体の中には、採用するときに、目標に向かって自ら歩むことができる人であるとか、現状に安住しない開拓心のある人など、求める人材像を志望者に明示しているケースもあると承知をしておりまして、こういった取り組みは重要であると総務省としても考えております。またこれに加えまして、優位な人材の確保に向けて、職員が成長を実感し、組織や仕事への貢献意欲を高めることができる人材マネジメントの取り組みであるとか、長時間労働の是正、男性の育児休業の取得、テレワークの導入などの働き方改革の推進も助言をしているところです。引き続き各自治体が求める優位な人材を確保していただきたいと考えております。梅村瑞穂君。はい、ありがとうございます。そうですね、今、お二方の答弁を聞いていても、そういった方に来ていただきたいなと私も賛同するところでございます。非常に重要なのは、公務員の皆様の働き方改革であろうと思っています。人はパンの身に来るにあらずでございますので、高いお給料をいただいていてもですね、その業務内容によって、人間関係によって、労働環境によって全く満足度が違うものでございます。ですので、まずは皆さんに公僕としてですね、本当に自分の身を捧げ、国を支えですね、国民の幸せのために、地域の発展のために尽くしていただくためには、やりがいというものに魅力を持っていただく必要があろうと思っています。そしてお給料は、私ども日本維新の会としましては、身を切る改革というものをずっとやっております。それはなぜかというと、私も議員になりましてから、いや、そんなにおいしい仕事ではないよということを肌身を持って感じるわけでございますけれども、なかなかそれが国民には伝わりませんし、今、なかなかその国全体で景気が良くならない中で、お給料が働けども増えることはない、そして、こう追い詰められてですね、お母様もお父様も働きに出て、お子様を預けるのにもお金がないという方もいらっしゃいますし、さまざまな国民の実情を鑑みますと、私どもはずいぶん恵まれていると思うわけです。ですので、まずは私たちから、国民の皆様が少し豊かになるまでは我慢しましょうというのが私どもの思想でございまして、国民の皆様が少し上向いてきたなという実感があったら、胸を張って上げさせていただきたいというのが我が党の考えであるということを申し上げたいと思います。であと少しだけお時間があるようですので、今回は裁判員の皆様のお給料にも関係があるということでですね、裁判に関してはですね、一般の方にとっては遠い存在かもしれませんけれども、お給料をしっかりもらっていただくにあたって、公平公正なジャッジがなされているという満足感というのも非常に重要かと思っております。私はこの法務委員会を志望した理由の一つとして、親子法制に関する議論を積極的にこの場で行いたいというものがありました。で、私は女性ですので、DV の被害を受けた方からの声も聞く一方でですね、昨今では子どもと会えない、別居親の方の声もよく聞くわけです。ね、まさに、法制審、家族法制部会の中間試案が出されて、それに対するパブリックコメントが集められるという段になっておりますけれども、この親子の関係をめぐるですね、裁判、火災が中心になるかと思いますけれども、その
こうジャッジに不服だという方の声、大変多く聞いてまいりました。特にですね、スピードの遅さです。子どもの成長というのはあっという間でございます。で本当に次はいつか、次はいつかということで、1ヶ月、2ヶ月と待っているうちに子どもが大きくなってしまう、そのうちに、片親阻害というような言葉が使われることもありますけれども、同居親の影響なども多少ありましてですね、お子さんが別居親に会いたがらないというような事例もあるというふうに聞いております。スピードを持ってこの結果を得るということが大変重要かと思いますけれども、いかがでしょうか。最高裁にお伺いいたします。最高裁判所家庭局長、毛太直文君。お答えいたします。裁判所は家事事件の手続きが公正かつ迅速に行われるように努めなければならないということは、家事事件手続き法2条にも定められているところでございます。先生ご指摘のような、この看護に関する事件、につきましても、この利益を最も優先して考慮するという観点から必要な審理を適正に行うとともに、その事案に応じた適切なスピード感を持って手続きを進めることは重要であるというふうに認識しているところでございます。最高裁判所といたしましては、引き続き各裁判所に対する必要な支援を行ってまいりたいと考えております。梅村瑞穂君。ありがとうございます。慎重さも非常に重要ですけれども、子どもの成長を考えると、スピーディーにというのも非常に重要かと思っております。そのためには仕組み作りが何よりも肝要かなと思っております。引き続きよろしくお願いいたします。以上で質問終了します。ありがとうございました。